5本ありますよ、ほら指5本。あかん、手前が、手前大事や。キャンプ場の方に向かってますね。三重県の方にあるね、ムーンビーチキャンプ場になります。そこはね、プールやゴルフ場、あと潮干狩りとかね、海水浴ができるらしいんですよね。めちゃくちゃ楽しみにしてね、予約しちゃいましたと思ったらこんな感じですね。嘘でしょって感じでしょ。これ潮干狩りね、かなり楽しみにしてたんですけどね、潮干狩りしてその貝を食べる、そういうの好きなんですけどね。まあね、これぐらいの雨だったら大丈夫でしょう。さあ、あと少しじゃないですけど、頑張って運転してきますね。って書いてるな、こっち。え、これか。サイトの方決まりましたね。今から幕の方立てていきたいと思いますね。雨もね、じゃんじゃん降ってます。
わわわわ、最悪。どれだらけ。設営の方できましたね。もうね、設営が終わった途端ね、雨の方やみました。ほんとついてない。めちゃくちゃ降ってたんですよ。しかももう雨ザザ降りでね、もう足元から跳ね上がりの泥がすごかったんですよね。砂ですね、ここは。砂がめちゃくちゃ跳ね上がってきてね、もう足元めちゃくちゃ砂がついてます。まあね、もうお腹もペコペコなんでね、ちょっとね、おやつの方食べていきたいと思いますね。よいしょ、はい、よいしょ。おー、動いてる。まだ生きてますね。売ってた時はね、めちゃくちゃ元気よかったんですよ。動き回ってました。醤油の粉をかけていきますよ。うまそう。なおさらうまそう。あとね、バターの方かけ、あ、めちゃくちゃもう屋台の香りや。これは最高やな、これ。よし、バターもね、これでコクプラスです。コクプラスして、よっしゃ。うまそう。いや、バターが落ちた。よし、もういいっしょ。揚げてこ、揚げてこ。肝さえね、火が通ればいいです。さあ、食べてみますよ。めちゃくちゃうまそう。やばい、これはやべ。見てこれ、めちゃくちゃうまそうですよ。ほら、後ろには肝がついてますからね。食べちゃいますよ、肝付き。うん、うまっ。めちゃくちゃうまいです。この貝ね、やっぱり半生最高ですね。生じゃないね、コリコリ感がなくなって、柔らかくなって食べやすくなってますよ。しかもまた肝がうまいわ。やっぱり見てこの肝、めちゃくちゃうまいですよ。これやっぱ半生が一番うまいわ、本当に。アワビ食べて、うん、うん、これバター、バターのコクが加わって、またこれうまし。
最高に合いますよ。これたまらんわ。あ、また雨の方強くなってきましたね。あ、でもね、もう幕のも開いたらまだ楽ですよ。開くまでは本当大変でしたね。あ、こうやってね雨を見てるとなんだかいいですよね。でもこの音と、そしてこれ、うまっ。いいよ、この上最高ですね。もう風もめちゃくちゃ出てきた。よし、お米の方も炊いていきますね。よいしょ。ああ、めちゃくちゃ急いでますね。ちょっとね、この頃キャンプ来たらね、寝ぼすけちゃんになってますね。おっさんがちゃんって、ね、自分で言ってて怖かった。よっしゃ、水を入れて用意していきましょう。よし、こんなもんかな。今日はね、本当はね、ゆずちゃんたちとね潮干狩りしようと思ってたんですけどね、今日は雨なんでね、あいにくの断念しましたね。せっかくな、取った貝をねちょっと食べたりにしたかったんですけどね、取った貝でもね、あれかな、砂がいっぱい入ってるからダメかな。ライター、ライター、あ、そういえばね、このねキャプテンスタックのねライターさん買いましたね、私。これですよ、この、なんちゅうんす、ガスも入れれるし、炎の出来方もいい感じです。しかもこのワンタッチでね、押すっていうのが楽だな。お、ついた。よいしょ、つきましたよ。ライターとかはガスのものは、これね、本当はアルコールとかはね火のそばに置かないでくださいね、危ないですからね。いつもね思ってるんですよ、これ。あ、逆や、これくるりんぱ。はい、よっしゃ。この太刀魚見てください、めちゃくちゃ見事でしょこれ。私がね、神戸の方に住んでた頃ね、よく釣りに行ってたんですけど、指3本とか4本あったらいいっちゅうぐらいですけど、ね、これ5本ありますよ、ほら、指5本。ありえんでかさやわ、これは。こういうのね、よくテレビで見てたんですよね、船から釣りに行くのね。よし、ちょっと頭はねちゃいます。とりあえずね、頭を作りに使おうかな、これは。そしてね、このね、お腹の方は刺身にしない方がいいって YouTube 先生言ってましたね。なんかね、アニサキスがね、いやすいらしいです、お腹の方が。だから塩焼きにしていきたいと思います。どれぐらいにしようかな、刺身もうまいからな、これぐらいかな。よし、ちょっと待ってください。
ちゃくちゃでかいですよ。食べ応えありますよ。ちなみにね、タチウオの塩焼きってめちゃくちゃ美味しいですよね。私大好きです。よっしゃ、 OK。 あとね、これは尻尾の方は刺身にしていきますね。よし、それではね、これこちらの方、どうやってこれね、この薄さを切っていくんだろうってね、一応ね調べてみましたね。こうやってね、ちょっと入れとくらしいです。これ難しいな。これはなんかいけてる気がしないな。この尻尾の方が特にね難しいような気がする。あ、やばい、これもうこれぐらいかな。あー、もうギザギザやこれ。そしてこちらから切っていきますよ。どれぐらいで切ればいいんだろう。あ、これぐらいだな。でも、あ、こんな感じがする。あ、やっちゃったか、ちょっとやっちゃったか。こんな感じかな。なんかね、よくわからんな、これ感触が。これいけたかな。これで行ってみよう。これ大葉が、ちょっと大葉ちゃんがここら辺切ったから、え、これ大丈夫かな。え、これやばい、これもしかして骨。あれ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 、ちょっと待ってよ、これやばいな。ちょっと待ってください。やっちゃってますよ。よし、これでよ。なんかめちゃくちゃ切ってるぞこれ。よっしゃ、あ、取れた取れた、いい感じですね。よかった、意外といけるもんだわ。綺麗にね取れましたよ。綺麗にといってもね、やっぱりちょっとは残ってるな。すぐ食べる。うん、うまい。よし、あとね半身の方取っていきます。よしよしよし、けたけた。よっしゃ、オッケー。けたか。よし、オッケー。よし、それではね、お刺身の方切っていきます。タチウオの方はね、この細く切った方がいいって言ってましたね。その方が、この皮です。皮が残りにくいですよって言ってました。おやば、もっと細く切った方がいいのかな。うまそうですね。これはやばい。しかもね、この背中側から切ってくださいって言ってましたね。腹の方から切ると潰れちゃうらしいです。 YouTube って本当便利ですよね。よし、こいつを、よし、こちらにね、タチウオのお刺身の方乗せていきますね。これ妻いるな、妻欲しかった本当は。よいしょ、ここに乗せていきましょう。よっしゃ、大葉また乗せちゃって。これごま油でね、これアジのたたきのね、あの醤油、あれと和えたらめちゃくちゃ美味しそうですね。っていうかもう食べてるんじゃねえの あんたって感じですね。あかん、手前大事やのに汚くなってる。よし、お刺身の方できましたね。あとは塩焼き焼いていきましょう。よし、塩の方振ってきますね。ね、ちょっと強めに振っておきます。ご飯が進むようにね。この腹の方がまたこれ美味しいんですよね。タチウオって
タチウオはね、塩焼きが一番うまいかもしれない。煮付けもうまいけど塩焼き最高ですね。この岩塩はね、ちょうどいいんですよね。かけすぎてもね、塩辛くない。全然違うんですよ。よし、オッケー。焼いていきましょう。よし、焼いていきましょう。おー、いい音してる。うまそう。これは犯罪やな。よっしゃ。ちょっと待ってよ、これ真ん中ちょっと入りすぎやな。これ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 ちゃんとめくってあげないとね、これ均等に焼けませんからね。よっしゃ、オッケー。もっと遠火でもいいかな、もしかしたら。やばい、やばいわ、この香りが。あー、もうたまらんよ。誰が出てきた。たまりませんね、香りとこの音。やばいですよね、香りが伝えれないのがね、悲しいです。よし、返してきますよ。おり、あー、ちょっと破けた。うまそう、これこれよ、これタチウオの焼き目ですよね、この色が。ああ、もうよだれだらだらやわ、これ。よっしゃ、タチウオの皮やばいわ、やっぱり。ああ、もう我慢ならん。ああ、うまそう。よし、もうすぐできちゃいますよ、速攻よ。さあ、もうね、速攻焼けちゃいます。タチウオ速攻なのよ、本当に。おー、この音。普通なら真ん中にね、この一切れ乗せるくらいですが、あずきデラックスはちょっと違います。3切れ乗せちゃいます。やりすぎやな、ちょっと。あ、やぶける、やぶける。ここの腹のとこがめちゃくちゃうまいのに。よっしゃ、よし、ご飯の方ついでいきますよ。ああ、もう待ち遠しかった。これは私大好きタチウオちゃん。熱っ熱っ、安心しきとった。熱っ、やばい、あっち。ちょっと待って待って、熱っ熱っ。おお、いい香り。ちょっとね、蒸らしがね足りてないんですよ、これ。思った以上にね、料理の手際が良すぎて、早すぎて。あー、うまそうですよ、こりゃ。たまらんわ。あー、ご飯が進むくんですね。おいしょ。あらあらあら、よし、食べちゃいましょう。よし、揃いましたね。めちゃくちゃ美味しそうですよ。ていうかね、タチウオは美味しいんです。塩焼きだけで美味しいんです。そしてね、さあ、お酒の方ちょっとついでいきましょうね。氷を用意して、これ見て、見てください、これ。ワークマンさんのこのね、コンテナ全然ね、溶けてないんですよ、これ。びっくり。飲んだけよ、これ。お味噌汁の方がね、まだね、お湯がね、沸いてないんですが、もうね、タチウオの方は温かいうちにね、食べたいんで、いただいてきますね。いただきます、いただきます。そして、いただきます。やっぱ氷があるとないとね、全然違いますからね。いただきますね。お疲れ様です。最高。
よし、食べてきますよ。さあ、塩焼きの方ね、温かいうちに食べてきますよ。というかね、その前にねレモンも絞っちゃいます。うわー、ちょっとかけすぎかなこれ。うまそう。でもいつもより多く絞っております。というかね、こんなでかいの使う必要ないですけどね。あーレモンの爽やかな香りが美味しそうです。よし、いっちゃおうこれ。おー、うまそう。あー、皮がついてきた。おー、めちゃくちゃ美味しそうですよ。ほら見てください。やばい、しっとり感が伝わってきますね。食べちゃいますね。これレモンがまたこれいい仕事してる。米がうまい。これは米進むわ。やば、この淡白な味とねこのレモンです、これが合うのが不思議。めちゃくちゃうまい。ご飯食べちゃえる系。うまっ。あるのこれ。あれよあれよとね、もうね二切れもうすぐに食べれちゃいましたね。ちょっと自分が恐ろしくなってきますね。これはいいわ。刺身も手つかずで塩焼くばかり。豚汁の方も作っていきますね。それもねちょうどいい加減になりました。このレトルトのね豚汁です。これがうまいんだわ。独身のおっさんにとってはねもう救世主です。はい、うまそう。あー、うまいやつこれ。ちょっと置いといて、よし、タチオの方も食べていきますよ。うまそうです。このねタチオのこのキラキラ感がいいですよね。これ夜釣りの思い出ありますね私には。さあ食べちゃいますよ。この歯ごたえです。うまっ。わさびいるわ。もう幸せですねこれは。これはいいわ。でもねさっきから煮浸しが呼んでるんですよね。ナスの煮浸しがこいつも私大好きですからね。あーたまんねえ、幸せです。どうだ。次はね私大好きな大葉と一緒に食べていきたいと思いますね。大葉でもうくるんでね食べちゃいますね。これ大葉でくるんじゃって、このままこいつを醤油つけドボンして、もうねだいぶ酔いが回ってきましたね、気持ちいい。そしてこれわさびもつけちゃいました。うまっ。大葉があるだけでなんでこんなにうまくなるの。っていうか大葉の仕事量が半端ない。うまっ。大葉必要やわ。
あらとしたんです。よし、ワンちゃんたちのご飯をね、ちょっと焼いておきますよ。いい感じで焼けてきましたね。よっしゃ、これでぐらいでいいでしょう。ワンちゃんたちのご飯焼けましたね。余熱で熱の方取ってきます。さあ、私の大好きなね、ナスの煮浸し食べてきますね。これめっちゃうまいのよ。きんぴらも好きですからね。この2品やばい。ナスちゃん、うん、負けがいな。これご飯めちゃくちゃいけるのよね。もうナスってめちゃくちゃうまい。タチウオのごま油もね、ちょっとごま油と醤油で和えてみましたね。これもこれで美味しい。これでね、大葉刻んで入れたらなおさら美味しいでしょうね。これいいわ、最高のうまさ。ワンちゃんのね、ご飯刻んできますね。刻んじゃいます。ワンちゃんたちのご飯で分かるんかな、これ。分かってるっぽいですよね。めっちゃテンション上がりだした。やっぱね、この季節はね、あ、痛い痛い痛い、虫がね、めっちゃ増えてきてますよ。もう虫がどん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 ね、食事の中に入ってきてます。でも、私もね、もうお腹いっぱいです。もう苦しい。あー苦しい。これぐらいにしときましょう。もう笑いもすごいね、ほぼほぼ食べてどんだけこの頃ほんま太っていくねえ。二人とももう食べちゃいました。いや、あんなに作るの時間かかったのに。気持ちいいですか？
だけ散々雨が降ってたんですけどね、もう寝るためにねちょっとトイレ行ったりしてたらね、星がめちゃくちゃ綺麗でしたよ。あれいいわ、星がくっきり見えてましたね。あれが雨上がりですよね、やっぱりね。ちょっと撮りに行ってみようかと思いますね。